彩り鮮やか。はい、やってまいりましたビジネス天国沖縄の時間です。この番組はビジネスの世界で活躍する方々をお迎えしてビジネスの秘密のノウハウや経験を聞いちゃおうという番組です。また業界人はみんな知っているが一般的には知られていないこと、非常識な業界常識などについてもお伺いいたします。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは 761@fmkoza.jp、 ファックスは 098-934-8653。 また FM コザではユーストリームとツイキャスで映像と音声を配信しています。 FM コザのホームページから見ることができますのでそちらもお楽しみください。お気軽にコメントください。よろしくお願いいたします。この番組は平総合事務所、ストレスマネジメント沖縄、中曽根智弘弁護士事務所、 TBL 投資アカデミー、トータルヘルスウルル、サンキャッチ企画の提供でお送りいたします。はい、本日もビジネス天国沖縄をお送りいたします。毎週ですね、素敵なゲスト様をお迎えしてお話を伺っているんですけども、本日も素敵なゲスト様が来ていただいておりますので、CM の後にご紹介させていただきます。よろしくお願いいたします。ここで一旦 CM です。お母さんの幸せ、それは家族の幸せ。私たちは生まれてくる小さな命を守るためにお母さんの幸せを考えます。笑顔と真心を込めて。お問い合わせは 937-1111 アイレディースクリニック。誕生日おめでとう。どこに行きたい？キングコングに行きたいな。焼肉食べたい。いいよ、キングコングなら誕生日の当日に行けば本人が無料になるの。夜に行こうね。やったー。ディナーだけの嬉しい誕生日特典、詳しくは934-3445、焼肉パラダイスキングコングまで。朗報です。沖縄グランメールリゾートドレスダイナーのディナーがお得なんです。ベニズワイガニが入った食べ放題とアルコールも充実した飲み放題が時間無制限でなんと3500円、さらに平日割だと驚きの2980円。お問い合わせは 931-1585 沖縄グランメールリゾートドレスダイナーまで。皆さん、沖縄ガスでガスクリーンでガス、沖縄ガス安全でガス、沖縄ガス頼れるでガス、沖縄ガス、これからもずっといいんでガス、沖縄ガス。毎月の収入を増やしたいとお考えの方注目、全くの初心者でも大丈夫、 TBL 投資アカデミー。世界中の投資家を指導、アマゾン総合1位著者が講師。隙間時間を人生を変える時間に。詳しくは TBL 投資アカデミーで検索。経営者の方、聞いてください。売上を伸ばすその秘密は日報にありました。日報の正しい使い方を知れば3ヶ月で会社の業績が劇的に変わります。日報で業績がアップするんです。詳しくは平2017.com まで。平2017.com。はい、ビジネス天国沖縄をお送りしております。早速ですけども、本日のね、素敵なゲスト様、本当に先ほど、収録の前に打ち合わせをさせていただいたんですけども、本当にね、興味深いお話を、聞くことができてですね、本当に今日僕自身が一番楽しみにしてるんですけどもね、本当になかなか特に沖縄では聞くことがない話じゃないかなと思いますので、皆さん楽しみにしていてください。早速ですけども、ご紹介させていただきます。一般社団法人日本文化推進企画代表理事のですね、宮部由紀子様です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、お隣にいらっしゃいます同じくですね、メディア事業部フックアップ担当のですね、宮部紀子さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。本日またお忙しいところありがとうございます。とんでもございません。ありがとうございます。先ほどまたいろいろね、お話伺ったんですけども、はい、いや本当に興味深いお話で、これから本当に活動どんどんしていくということで、もう本当に楽しみですね。そうですね。まだ本当にスタートアップの段階で、はい、私は今まで落語普及会という、はい、江戸落語を全国に普及するという活動をずっと、はい、まあ、20年ぐらいしていたんですけれども、今年から
落語だけじゃなくて日本文化ということで、はい、幅を広げて、日本人の文化を後世に伝えるためにもどんどん活動していこうと思いまして、はい、心豊かに生きるというテーマで、はい、この会社を立ち上げました。でもちろん落語も、うん、どんどんやっていくんですけれども、落語会演芸会はどんどんやっていくんですけれども、はい、それだけじゃなくてオウンドメディアのフックアップというものも作りまして、はい、いろんなその各地で活動されている、うん、文化活動されている方、素晴らしい活動をされている方をどんどん取材して出していこうかなっていうふうに思っております。なるほど。まあ、20年こう落語の、そうですね、業界で活躍されてて、はい、やっぱり日本文化の素晴らしさっていうのは本当に本当に、ご存知っていうか落語もね、その中の一つだと思いますので。そうですね。今後はもうこう幅を広げて、ええ、活動されていくと。そういうことですね。幅を広げるっていうのは、はい、やはり落語とか演芸をやっていて、はい、思ったことっていうのは結局そういうことでみんな心が豊かになる、うんうん、いわゆるお金とか物だけではなくて、はいはい、その心意気とか、うん、どういう見方で生きていくのかっていうのを江戸庶民から学んで豊かに生きるということから、うん、落語だけじゃないぞと、はいはい、もちろん落語も素晴らしいんですけれども、うんうん、はい、もっといろんな意味合いの持つことをやっていきたいなっていうのは、さっき言いましたっけ、はい、文化というのは、うん、そこの自然とか、うん、人の生き方とか気候風土から発露されるものなので、うん、食べ物でもそうですし、はい、農作物もそうですし、その園芸ももちろんその一つですし、はい、そういった意味でいろんなその人間が生きているということはイコール文化活動であると、うん、はいはい、そういう見方で広げていったっていうことですね。いやー、なんですか、もう本当にこう生きていく上で一番大事なものをもう一回見直そうっていうふうに僕はね、そうですね本当にこうお話しされたように僕は受け止めたんですけども、全くそうだと思います。でその中でこう、のりあき様は、はい、どういった担当をされているんですか。私はフックアップという日本文化推進企画のオウンドメディアの担当でございまして、はいはい、でこの用虫ついついね、はい、まあ何をしていくかって言ったら難しいんですけど、とにかく日本の文化っていうか触れる機会が、はいはい、とにかくご縁というか、うん、その一人一人が結びつく、いろんなものが結びつく機会っていうことがどんどん溢れていっている中で、はいはい、本当に本質的なこと、うん、文化の革新みたいなものって、はい、もっとこう流れるものじゃなくてそこにあるものだと思うんですよ、うん、それがどん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 そういったものを発信していきたいと思いまして、はい、で先ほどね、お話を伺ったんですけど、本当にこう着るもの一つで何ですか、気持ちも変わるというか、うん、パンフレットも載ってたんですけども、ね、そういったところからもされるっていうことで、もうすごく興味がありましたね。そうですね、はい、男の着付けの話ですよね、はいはい、女性の着付け教室っていうのはたくさんありますけれども、男性の着付けっていうのは、うん、なかなか着付け教室っていうのはないですよね、はい、でそれは簡単だからなんですよね、うん、結局ね。で、さっきのごめんなさい、体型の話じゃ、はい、ないんですけど一番似合うだろう、一番似合うタイプの体型なので、はい、やっぱり男性もある程度お年になっていくと、うん、滑覆が良くなって、はいはい、まあお腹が出てきますよね、うんうん、でそれを無理して痩せようとするのではなく、まあ、健康のためにっていうのはまた別の話ですけれども、はいはい、まあ自然な体型になった時に、うん、やっぱりそのお腹の出た状態でゴルフウェアを普段着ているよりも、うん、男の着流しですよね、はいはい、着流しですと話し家なんかはこうあんまりこうかっこよく着られないよ、うんうん、痩せてると着られないのでお腹にこう物を入れたり、うん、手ぬぐいを入れたり紙入れを入れたりするんですが、何にも入れなくてもかっこよく着られる、はい、でそういう着流しのかっこいい日本男性をたくさん街に
溢れさせたいと私目論みまして、それもあって、まあ、すごく簡単に男性の場合は頭をゆったりする必要がないので、うんうん、あの着物と帯があれば、はい、あのどこでも誰でも着られるので気軽に着ていただいて、とても日本の気候風土には合っているので、うんうん、風通しもいいから夏は涼しいし、うん、冬はねそれなりに、うん、あの保温性があって暖かいので、はい、そういう着付け教室もやることにしておりますので。確かにね、もうかっこいいと思いますね、うん、あの気持ちも絶対変わるじゃないですか。そうですよね、はい、服が変わるとですね。でいろんな、まあ言ったらアクセサリー類もありますし、うん、はいはい、あのそういったものをどう粋に着こなすのかっていうことで、うん、まあ、あの楽しんでいただけたらななんて、はい、いやーパーティーとか結婚式とかに現れたらかっこいいなって、ね、かっこいいです、うん、絶対かっこいいです。かっこいいですよねどんなのタキシードをね、来たりするよりも絶対日本人の体型には合いますからね。なるほどね。まあ、のりあきさんはまだお若いじゃないですか、はい、この文化をこう広めていこうっていうことに関してはこうどうですか、こう同年代の方はどういう反応とかされるんですか。そうですね、まあ自分の生きている範囲がどちらかというとすごく、うーん、今までの現代社会の在り方に対して疑問を持っている人が多い、はいはい、こう環境の中で生きているんで、うんうん、なんというかこう社会全体の流れがそういった今までの価値観とは違った、うんうん、経済主義市場主義的な価値観じゃないところに、うんうん、あのシフト してきているんじゃないかなと思っている点では、うんうん、まあこれから先もっと逆にこうそこで新しいものを見出すために古いところに原点回帰していくような、うんうん、その人間の営みっていうのは文化っていう意味では本質的には変わらないと思うんですよ、どれも。そこの中でこう古くから受け継がれてきた文化的遺伝子を見直すことでもっと効率よく生活も豊かになって、まあ生活というよりも精神が豊かになって生きていくことができるんじゃないかなと思って活動してまいりたいと思っているところでございます。硬いねまあでも本当に今おっしゃったこと まさにそうだと思うんですけど、今本当に物とかも溢れてますし、うん、あのなんか物を昔と違ってこうなんか物で満足するっていう時代でもないと思うんで、おっしゃったようにこう原点に変えるというか、はい、人間が本来幸せに生きていくために何が必要なのかっていうのが、この活動の中に全てあるなっていうのがあって、ただそういうのに触れたいと思ってもなかなかそういう場がない、情報がないっていう状況なのかなっていう、はい、逆に情報は溢れてるんだけど、はい、そういう情報はないと思うんですよね、うん、はい、で実際こう興味があってもなかなか一歩踏み出せないと思うんですよ。でもこういうコミュニティがあると同じようなこうなんていうんですか、あの考え方を持っている方が集まっているのですんなり入ってきてると思うので、うん、そうですね、本当にねこういうコミュニティって本当に素晴らしいなと。あ、そうですよね、コミュニティの話をしてなかったですね、はいはい、着付け教室の話が着付け教室の専門業者みたいになりあのまあ落語を通じてその、はい、あの演芸会ですとか、演芸でも落語だけじゃなくてね、はいはい、あのそれこそ浪曲とか、うん、浪曲も今すごく若い方が素晴らしく頑張ってる方もたくさんいらっしゃいますから、うん、あの講談とか、うんうん、そういったものをいろいろ紹介する会はどんどん、うん、あの各地で、はいはい、あの私が企画して開催していきたいと思っています、うん、でそれをやりながらその、まあ、話し家さんと、まあ、あの話し家さんっていうのは私が話し家の娘であって、はい、あのまあ、おじもあの祖父も話し家だったものですから、はいはい、あの付き合いがたくさんありますので、そういう中での話なんですけれどもね、うん、まあ、話し家さんをあのまあ、に一緒に回っていただいて、はいはい、あの江戸散策をしたり、うん、あの七福神巡りをしたり、あるいはあの酒蔵巡りをしたり、うん、まあ、そういう、まあ、知的好奇心を、うん、あの満足できるような、うん、まあ、小さなあの旅だったり、はい、あのまあ、大山参りとかね、うん、そういう大きな旅だったり、そういうこともいろいろ企画してます。それとあと屋形船で、あの話し家さんと一緒に、うん、あの船に乗って、うん、あの江戸の粋な船遊び、はい、
でもちろんそこで講座一席やっていただいたりとかっていうことを、まあ、リアルな部分ではやっていきたいと思ってます、はい、あと、まあ、野菜の原種ですね、もともとそのもう味を忘れてしまった、うんうんうん、もう私たちの世代、あ、ごめんなさい、一緒にして全然上でした、私たちの世代ももうすっかり忘れてしまったような、うん、そのいわゆる農薬を使っていない原種の野菜の味、うんうん、そういうものを訪ねてあちこち行く旅もやりたいなと、まあ、思っています。で、まあ、お醤油とかもね、はい、本物の醤油の味、うんうん、まあ、今のお醤油屋さんに本物じゃないって言ったら怒られますけれども、うんうんうん、いわゆる添加物とかが入っていない、はいはい、本当の、お醤油の味を訪ねていったり、初ガツオ、それで初ガツオを食べるということをしてみたり、まあ、言ったらその知的好奇心が、うんうん、満足できる、はい、たくさんの遊びを企画していますので、はい、そういったことを展開していくという中の一つに、はい、さっきの着付け教室もあると。決して着付け屋さんではありませんので。いやでも今お話伺ってるだけですごいワクワクするというか、本当の贅沢というか、そうですね、本当にこう何ていうんですか、こう、まあ、職人さんもそうですけど、お話し手さんもそうなんですけども、お話を聞きながらね、本当に知的なこともおっしゃってましたけど、このストーリーというかね、いろんなものを聞くことが直接聞けるっていうのは、本当に本当の贅沢かもしれないですね。本当の意味で心の底から満たされる旅かもしれないですね。そうですね。そういうのってなかなか機会ないですからね。そうですね。で、はい、まあ旅屋じゃないので、うんうんうん、また旅行屋さんでもないので、はいはいはい、まあその旅行は、まあ、旅行なんですけれども、うんうん、必ずそこにその文化交流っていうものを、うんうん、入れていく、うんうん、でそれが結果旅行になったっていうようなね、はい、逆に言うとね。で職人さんとかも、うん、いろんなところで、うん、人には知られていないけれども、うん、ものすごく素晴らしい技術をお持ちの、うん、手仕事をお持ちの方ですとか、うん、そういうところも訪ねていって、うん、まあ、できれば体験をしたりっていうこともしていきたいなと思ってるんですね、うん、でそれの、まあ、告知と、まあ、そのどういうところなんだということを兼ねた取材をフックアップさんの方で、はいはい、やっていただくというような、うん、流れで考えています。でこう全国のなんていうかそういう情報を集めて、またその逆にこう全国に発信していくっていう、こうコミュニティというかシステムを作っていくというイメージでよろしいですか。そうですね、全くその通りです、ごめんなさい、やりたいことがもうたくさんありすぎて一つにまとめるのがすごく難しいんです。なるほど。いやでも本当にこうなんていうんですかね、そういう機会がないので、本当に求めてる方いっぱいいらっしゃるんじゃないかなと思いますね。特にここ沖縄ではですね、落語を生で聞く機会がほとんどないので、情報もないのでね、僕は個人的には沖縄でもこう何かそういう機会を、持っていただけたら嬉しく、もうぜひぜひ、ね、もうやらせていただきたいと。でも、ね、興味ある人結構いらっしゃるんですよね。そういう方は結構県外まで行かれてると思うんですけど、やはりこう日本の文化というか、まあ、まあ落語だけじゃなくて これまでおっしゃってたものをやると、うん、やっぱりこう日本ってやっぱすごいよなって思うきっかけにもなるのかなっていう思いますし、また もう一度こう日本を好きになる、そうですね、きっかけになるっていうことは、うん、こう自分に自信を持つ、うん、何か転機になるかもしれないですね。こういう活動に参加されるとですね。そうですね、はい、だから広く会員様を募集しているんです。でここの会員になったら、うん、その同じコミュニティの中で、はい、活動がお互いに、うんうん、できる、うん、やりたいことをどんどん発信してもらって、うん、じゃあそれはいいよねと会員さん同士で、うん、できてくると、うん、またたくさんの企画が、はい、新しい私たちが思いつかないようなこともたくさん出てくると思うし、うん、まあそうやってみんなで遊ぶ、いいですね、遊びながら学ぶで自分自身を取り戻していくというコミュニティにしたいなと思っているんですね。そういうこういいものを持ってる方で、それをどんどん提供していきたいっていう志の高い方と、それを求めてる方いらっしゃるじゃないですか、うん、でそれをうまくこうマッチングするっていう、出会いの場ですよね。そうですね、出会いの場ですね。でもこう
お互いが出会う瞬間に立ち会うっていうのはもうたまらなく、なんていうんですかね、幸せになるでしょうね、企画する側からすると。そうだと思う、はい、その幸せを求めてるんですよって。実は一番企画してる側が幸せになる。そうですね。でもみんながここのコミュニティに参加すれば、うん、みんながそういう体験をできる、うん、例えば自分がこういう趣味があって、はい、でも発表するのにはなかなかできない、うん、例えば写真でもそうですよね、はいはい、でもこういうタイプのこういう写真を撮るのが趣味なんだ、うん、ということをここで発表してもらえれば、うん、やっぱりそれに興味があって、うん、実は自分もそういうことをやってる、はいはい、そういうことをやってるという人たちが集まって、うん、じゃあどこかで、うん、あのみんなで共同あの展をやろうよとか、はい、そういう話に発展していくとか、うん、そういうことを期待しているんですね。でも同じ共通の趣味をきっかけにこう、うん、なんか仲間が広がっていって、うんね、このコミュニティ以外でもこういろんな広がりがあるといいですよね。そうなんです、うん、それこそ心豊かに生きられると思うし、うん、であと例えば習い事、さっき着付けの話がちょこっと出ましたけれども、はいはい、三味線ですとか、うん、まあいろんな習い事はありますよね、華道茶道、はい、でもちゃんとどこかにその入門して、うんうん、あの習い事を始めるっていうのはちょっと敷居が高かったり、うんうん、ちょっと興味はあるけど面倒くさそうだったり、うんうん、あのすごくお金がかかりそうだったりとかって思って、はいはい、なかなか踏み込めないっていう方も結構いらっしゃると思うので、はいはい、私もそのうちの一人ですけれども、はいはい、あのそういう、まあ、お稽古事みたいなものを、うん、あのちょっと体験できる、うんうん、1日ちょっと体験してみて、うんうん、あこれだったら続けられそうだから実際行ってみようかなっていうふうにまた一歩踏み出していく、うんうんうん、まあ、江戸の頃はあの町人はもうほとんどの方が何かしらの習い事をしてますから、うんうん、そういう、まあ、文化にあふれた状態に世の中がなったら素敵だなと思うので、うんうん、あのそういったあの教室もたくさん開いていくし、またそういう、まあ、免許改伝されている方だけど、うん、自分ではなかなか教室を開くまではできませんが、うん、何か教えられたらななんて思ってる人もおっしゃってくれれば、その中でその一日教室みたいなものとかね、うん、展開していけたらまたそれはそれであの趣味の域も広がって楽しいんじゃないか、うん、いやいいですね。江戸の時代に戻りましょうと。そうです。それ江戸ってこうかなり戻るイメージなんですけど、逆に新鮮ですよね。そうですね、うん、すごい新しいものをやってるね、うん、江戸に戻るっていう言葉になると思うんですけど、うん、なんかものすごく新しいことをやってる、新鮮だなっていうすごく印象ありますね。で、あるですね、若い方にどんどんこう参加していただけると嬉しいですよね。はい、やっぱりなんて言うんだろうな、うん、今の人たちってすごくこう、うん、趣味が限られているように思われるんですよ、はいはいはい、なんというかこうすぐに携帯を見て、うん、他に何をするでもなく、うんうん、何か携帯三昧みたいな、はいはい、そういう印象を強く受けるんで、うん、まあそこで何か一つでもこう古典的なもののいいところってすごく 今あることを新鮮に捉え直すことが今の視点じゃないからできると思うんですよ、はいはいはい、そういう意味ですごくこう視点がこう固まっている自分っていうものを客観的に見つめ直す手段にもなり得るんじゃないかなと思って、うんうんうん、そういう意味でこう古典文化とか今まで蓄積されてきた文化っていうものは今の時代にこそ必要なものだと思いますね、うんうん、確かに本当におっしゃる通り必要かもしれないですね、うん、結構こう SNS とかで広がるのが早く簡単にできるようになったっていうんですけど、本当の意味でつながってるかどうかっていうまたね別の話も怪しいところですね。怪しいところなので言い過ぎましたね。でもあるんですか、もしこう会員になりたいっていう方はどういうふうにご連絡すればよろしいんですか。あ、すいません、まだ、はい、作っている途中なんですけれども、はいはい、スタートアップもスタートアップもうそれこそ普通にファックスの用紙で、はい、そのこれから作るパンフレットのところについているファックスの用紙で、はい、申し込んでいただいても結構ですし、あ、はい、オンデマンドの方から申し込みをいただいても、はいはい、大丈夫です。あ、はい、あ、興味があるっていう方も結構いらっしゃると思うんですよ、ええ、そういった方ってこう情報とかっていただくことって可能なんですか。こう例えばホームページ上とか資料とか。そうですね、はい、日本文化推進企画のホームページの方から、あ、なるほど、日本文化推進企画です。推進企画っていうことで検索していただければ情報があると。
いうことですのでね、多分、来週再来週ぐらいからバッチリと 見られるようになると思う、まあ、僕の方に直接ご連絡いただいても僕の方からまたそうですね、はい、転送という形でご紹介もできると思います。はい、準備不足で大変申し訳ないんですが、突然いただいた、ね、この出演のお話だったんで、はい、僕本当にありがたく思ってますが、今日初めてお話しするんですね。私も昨日聞いたんです。明日こういうことで宣伝させていただけることになりましたということで、はい、本当にありがた ありがたいんですけど、本当準備不足で申し訳ないという いつもそんな感じ、はい、でもまあね、うん、沖縄でも本当に落語会どんどんやっていきたいと思いますので、 その時にはもうどんどん発信しますし、はい、チラシポスターその他でぜひお知らせしますので、はいはい、またオウンドメディアの方でも、うん、ね、まあ、沖縄の文化、伝統文化、うん、そういったものをどんどん取材して、うん、本当にいろんな各地のこう素晴らしい文化をが交流できるっていうね、はい、交流の感じになっていきそうですもんね。文化交流があってこそ新しいものも生まれるし、はい、うん、全くそうですよね、うん、だから、まあ、一般社団法人なので、これは企業様のこういう、ね、思いを分かっていただいて、うんうん、企業様の賛同も、はい、いただけたらなと思っておりますので。いや、面白いですよ、企業対抗落語会なんかどうですか。対抗しちゃうんですか。東西に分かれてとか。お願いいたします。まあ、前半ね、いろいろお話伺ってきましたが、CM を挟みまして、また後半の方も引き続きよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お母さんの幸せ、それは家族の幸せ。私たちは生まれてくる小さな命を守るために、お母さんの幸せを考えます。笑顔と真心を込めて。お問い合わせは937-1111アイレディースクリニック。誕生日おめでとう。どこに行きたい？キングコングに行きたいな。焼肉食べたい。いいよ、キングコングなら誕生日の当日に行けば本人が無料になるの。夜に行こうね。やったー。ディナーだけの嬉しい誕生日特典、詳しくは934-3445焼肉パラダイスキングコングまで。朗報です。沖縄グランメールリゾートドレスダイナーのディナーがお得なんです。ベニズワイガニが入った食べ放題とアルコールも充実した飲み放題が時間無制限でなんと3500円、さらに平日割だと驚きの2980円。お問い合わせは931-1585沖縄グランメールリゾートドレスダイナーまで。皆さん、沖縄ガスでガスクリーンでガス、沖縄ガス安全でガス、沖縄ガス頼れるでガス、沖縄ガス、これからもずっとインでガス、沖縄ガス。毎月の収入を増やしたいとお考えの方注目、全くの初心者でも大丈夫、 TBL 投資アカデミー。世界中の投資家を指導、 Amazon 総合1位著者が講師。隙間時間を人生を変える時間に、詳しくは TBL 投資アカデミーで検索。経営者の方、聞いてください。売上を伸ばすその秘密は日報にありました。日報の正しい使い方を知れば、3ヶ月で会社の業績が劇的に変わります。日報で業績がアップするんです。詳しくは平2017.com まで、平2017.com。 はい、ビジネス天国沖縄をお送りしております。後半も引き続きですね、お話を伺っていきたいんですけどもね、前半のこれからの活動の全体像といいますか、はい、いろいろお話伺ってきたんですけども、ちょっと硬かったですね。いやいや、まあ、こういうね、文化を広げていって、その文化の交流を、できるような仕組みを作っていくということですので、その中でもね、僕もすごく興味があったのが、実は落語の話で、はい、もう落語を本当に専門で20年されてたという、そうですね、はい、で私は落語家の娘で、11代目金言亭馬生の娘なんですね、はい、でまあ祖父が古今亭志ん生で、叔父が古今亭志ん朝という、まあ、落語一家の中で、まあ、たくさんのお弟子さんに囲まれて育ちまして、はい、でまあ大人になってからは父のマネージャーをしておりましたので、うん、
まあそれのことがあって落、まあ、父が亡く、今も亡くなってますが、うん、亡くなった後も落語の仕事をしているという、私が落語家なのではないんですけどね。で、のりゆきさんもずっと落語にやっぱ当然関わってきた。いや、僕は全く。あ、でも横で見てたわけですよ、ね。はい、あのうちの兄が落語家に入門しまして、はい、もう5年に、そうですね、足掛け5年になります。金言亭ここまと言います。よろしくお願いします。家族でやってます。あの沖縄にいるとこうなかなか落語に触れる機会がなくて、情報もなかなかないので、あの知らないっていう方ほとんどだと思うんですけども、まあ、あのまずこう落語のこう何ですか、魅力と言いますか、落語はここが楽しいよっていうのがお聞きしたいんですけど。そうですね、あのうちの一門、まあ、一門っていうのは、はいはい、古今亭金言亭の一門というのはどちらかというと、うん、あの古典落語です、うんうん、で古典落語というのは江戸時代から伝わる、うん、あの、まあ、話であって、うんうん、あの皆さんもちょっとご存知のように、うん、あの座布団の上に着物を着て座って、はいはい、うん、で、あの持っているものはあの扇子と、はい、あの手ぬぐいだけ、うんうん、で小道具は扇子と手ぬぐいだけですが、はい、でお芝居ともちょっと違うっていうのは、うん、もちろん背景は何もありませんので、うんうん、その中であの全ての空気感を出す、うんうん、で人の頭の中で想像ができるように、うん、あのあこういう賑やかな場所なんだな、うん、すごくたくさんの人が今いるんだな、うんうん、あの今はしんみりとした座敷の中で二人きりでいるんだな、はい、と貧しいお家なんだな、うん、まあ、裏長屋にいるんだなとかっていうものを話と所作だけで伝えるという話芸ですよね、うん、で結局それをこう聞いている聞き手としては全部頭の中でそれを想像するので、うんうん、例えば登場人物の中に自分がこの人だったり、うん、あの人だったりということで、はい、あのその時の立場によっても、うんうんうん、同じ話を聞いても様子が違うんですね。だからゲラ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 笑うだけのことではなくて、はい、うんうん、人情話なんかはどちらかというとほろりと泣いてしまう、うんうん、もう心に打たれるような、うんうんうん、その泣いたり笑ったりする人の生き方、ドラマを、うんうんうん、あの話と所作で表現して、うんうん、それを自分の頭の中で想像するという、その自分の 聞き手の頭の中で想像するということがすごく素晴らしいものですよね。あの お芝居なんかだと歌舞伎と落語って結構同じ題材のものがあるんですけれども、はいはい、やっぱりお芝居っていうのは一人一人登場人物がいて、うんうんうん、あの人は綺麗だとか、うんうんうん、この人はじいさんなのね、うんうん、そういう見方ではなくって全部頭の中で想像ですから、あのものすごくこう深いんですよね、入ってくるものが、うん、だからそういう意味ではまあ、もちろんあの役者さんの技術も素晴らしいですけれども、噺家の話芸の技術っていう魅力はそこにあると私は思います。そうなるとあれですよね、あの聞いてる方がいらっしゃるじゃないですか、皆さん映像が違うわけですよね。そうですね、見てるもの違うと思いますね。今の動画とかってすごい話題じゃないですか、うん、でビジネスも動画化されてるんですけど、確かに動画を見ることによっていろいろ伝わるじゃないですか、あこういう絵でこういうことだで、こういう、まあ、映画もそうなんですけど、ただある程度の情報を与えてその先を自分で作り出すっていうことは、うん、お互いで一つのものを作っているっていう、そうですね、ことになるわけですよね。全くその通りです。だから今 YouTube なんかでも、はい、あのいっぱい落語の、うんうん、まあ、ないよりも私どんどん発信していいと思うんですけれども、はいはいはい、テレビとか YouTube とかで見るのではなくって、やっぱりあの生の落語を聞く、うんと、うん、その噺家さんがこう作るその空気感というものを共有できるので、また違った感動があると思います。いや生で聞くとまた全然違うんでしょうね。全然その空気すら作り出すでしょうからね。うん、そうです。でそうなるとこう落語を聞いたりやるっていうメリットは、やっぱこう想像力が膨らんだりとか、
表現力が豊かになったりとかっていうことにつながっていくわけですよね。そうですね。だからよく会社の、はい、なんていうのかしら、うん、研修、はいはい、企業研修みたいなので営業の人向けに、うん、まあ呼吸もありますからね、はいはいはい、話をする呼吸もありますので、うんうん、まあ、一席聞く会を設ける会社さんも、はい、うん、結構あります、はい、やっぱり人とどういうふうに話すかとか、うんうん、どういうふうにこう自分の話を相手に、はい、うん、なんていうかしら相手の心に伝わるように話すかとか、うんうん、そういうことが多分勉強になるんでしょうね、うんうん、まあ、でも結構有名な方も落語で勉強したっていう方も結構いらっしゃいますよね。結構多いです。結構よく聞くんですよ、うん、表現方法を落語から学んだとか、うん、ね、政治家の方とか、はい、まあ、企業のトップの方とかもやっぱり皆さんお好きですよね、うん、いや、手ぬぐいとセンスだけですよね。そうです。あと視線だったりとか、そうです、仕草だったりとか、うん、で基本的にそこから動かないわけですよね。そうです、動かないですよね。ということはアクションも限られるわけですよね。上半身だけですからね。基本的にこの範囲だけの行動でセンスと手ぬぐいで、うん、そこを作り出すわけですよね。そうです。だこうちょっとね、着てる着物の袖をこう振ってやるだけで、はい、あ、寒いところにいるんだなっていう表現をするとかね。あと目線とかトーンとか声の大きさとか、うん、全てで表現するわけですよね。そうです。子供になったり女になったり、うん、ね、それこそおばあさんになったりね、おじいさんになったり、うん、まあ、それでも聞いてる側の映像は全部違うわけですよね。そうです。でその日によっても変わっていくわけですよね。そうです。いやー、素敵ですね、落語って。素敵です。本当にね、一生勉強だと父もよく言ってますし、はい、今やってらっしゃる方皆さんそうですけれども、うん、絶対に終わりがないと思いますね、うん、その表現が難しいから。いや、お客さんも変わる、自分も変わりますからね。そうですね、固定的ではないですからね、うん、それは終わりはないですよね。そうですよね。まあ、時代の変化とかもいろいろ出てきますからね。でも分からない言葉っていうのもね、うん、もう死語になってしまってる言葉はやっぱりなるべく元の話を壊さないように、うん、現代的にも分かるように変えていったりね、うん、そういう努力もしてますからね。なるほどね。いや、沖縄でもどんどんね普及させていきたいですね。もう絶対に今年中に会話やりたいと思ってます。もう急に僕興味が今5倍ぐらいに上がってきて急にでも本当にぜひぜひ生で聞いてほしいと思います。そうですよね、うん、でも何でもそうじゃないですか、スポーツでも何でもそうなんですけど、やっぱり会場に行くと全然違うじゃないですか、うん、ライブとかでもそうなんですけど、やはりもうぜひね、生で、で沖縄で結構ないんですよ、そういう機会が、うん、でかろうじてね、さっきも言ったんですけど NHK で聞く見るぐらいなのでぜひね、そういうのをまず触れたことがないと思うんですよね、うん、でも今日のお話を聞いてやっぱり聞くとまた全然、そうですね、全然違うと思いますし、また後から YouTube で見直してもまた面白いですし、はい、うん、テレビで見てもね、はい、それはそれ、そうなんですよね、同じものを何回も見てもまた毎回こう楽しみ方が、うん、そうです、同じ話を聞いても違うわけですよね、うん、でまたその何ですか、深い部分に気づいたりとかするとまた新たな感動が、そうなんです、お互いあるわけですよね、伝わったっていう感動と、ね、そうですよね。でやっぱりいくら江戸でも同じ、うん、人として生きているわけですから、うんうん、どんなことがあったら悲しいのか、どんなことがあったら嬉しいのかって一緒じゃないですか、うん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 、だから本当にその今までちょっと忘れていたような感覚、うん、そういうものをまたハッてこう呼び起こされたり、うん、あ、そういえばこうだよな、人に対してってこういうふうに、うん、接しなきゃいけないんだよなっていう小さなことを思い出したりね、いろんなこう発見があります。だからお子さんでも楽しいのはそこなんですよね、うん、あれですよね、相手の細かいこう表情とか行動になんか意識がいくようになると思いますし、そうです、逆に自分の行動一つに対しても意識するようになるのかなっていう、うん、イメージがあったんですけどね。そうです、そうです、うん、全くその通りです。やっぱりこれは素晴らしいわけで、今落語ブームって言われていて、うんうん、はい、まあ、今年の大河ドラマは西郷どん、はい、うん、
ですけれども、はいはい、その次はあの東京オリンピック話といって、はいはい、あのうち の, あの祖父 の,、うん、あの古今亭志ん生の役を、はい、あのビートたけしさんがやられて、あのまあ志ん生が語るその東京オリンピックの時の時代みたいな、うんうん、そういう、まあ、大河ドラマになるらしいんで、うん、ありがたいことにね、スケールのでかい話ねなんかだからまあやっぱり時代はね、さっきあの、うん、のりやきさんが言ったように、うんうん、あの若い人は知らなかった、うん、見もしてない、知らなかったその感覚、うんうん、あの日本人の感覚っていうものをやっぱりどんどん発言、うん、あの発表していくというかね、あのは、まあ、発信とかしていき、うん、みんなにもう一度分かってもらうっていうのもすごい大事なことじゃないかな。そうですよね、今本当にこうメールだけで伝えちゃうじゃないですか。でも本当にこう限られたところでこう相手に伝える、なんていうかこういろんなものを学べるような、うん、あの感じがしますね。そうですね、だからまあさっき言ったように、うん、あの、うん、お稽古でもね、あのこう歌とかドドイツとかっていうのも今後会で、はい、うちの会の方でねやっていこうと思っているのは、そういうの、そういう要素が全部落語って入ってるのね、うん、中で歌を歌うこともある、うん、ちょっとドドイツを歌ったりすることもあるし、うんうん、あの川柳を、うんうん、あの枕と言って、はいはい、落語に入る前にあの、うん、少しこの小話みたいなものをしたり、うんうん、そのこのお話はこういう感じですよというオープニングですよね、うんうん、そういうのを枕って言うんですけれども、はいはい、その中で川柳もたくさん使われているんですね。で大体その枕を振りながら、枕は振るっていうんですけれども、うん、枕を振りながらその時のお客様の年代とか、うん、あの雰囲気とかをつかんで、うん、で本題に入った時にどういう感じで話していこうかなっていうのを決めるための、話し家側としてはそういうのを決めるため の, あの時間であったりもするの。把握してるわけですね、このその場の雰囲気とかお客さんをですね、うん、これ絶対これビジネスに生かしたいですねまあやっぱそういうコツがね、やっぱりそれぞれね、いや絶対そうだと思いますね、うん、例えばプレゼンとかビジネスってそう誰かに伝えるっていうの連続じゃないですか。うん、そうですよね、はい、全くその通りです。で本当に事実を事実のように伝えればいいっていうことではなくて、さっきおっしゃったように、うん、対人間ですから、うん、その人のその日の状態だったり場の雰囲気だったりいろんなものが絡み合ってくるわけですよね。でそれを瞬時に把握してやるっていうのは、うん、いろんな場面で使えるのかなっていう、逆にこれ知ってできるようになったらすごいですよね。そうですね、はい、であの大体皆さん知らないうちにやってるんですけど例えば名刺交換をして小さなねこう自己の挨拶をしながらとかで、うんうん、なんとなくどういう方かなって見てるじゃない、はいはい、でその時にそれだけじゃなくてもう一つスパイスがね、うんうん、あの作れるようになるかもしれないですね、落語聞いてると。い深いですねで、それを短い時間でやるわけですよね。そうです、枕振る、枕を振る深いですね、落語、ですね。でそのね、落語見ながら先ほどね冒頭におっしゃってましたけど、あの屋形船でそれを見ながら、うん、それもねやろうかなと思ってますね。いやこれはでもね、前座さんっていうのは、はいはい、あの噺家っていうのは、うんうん、あのまず入門して、うん、しばらくは見習いです、はいはい、で師匠のお家でお掃除をしたりなんかしていて、うん、あ この人は続きそうだなと思うと、うんうん、まず前座前 の, あの座布団の座と書いて前座という立場になるんですね、はいはい、その前座の時は話をいくつか覚えて、うんうん、あのまあ大師匠が上がる前とかそういう時に、まあ、開口一番といって、うんうん、でまだお客さんが 入ってきたりざわざわしているような時に、うんうん、あのちょっと話をさせていただくんですけれども、うんうん、勉強するということでさせていただくのね、はいはい、だから前座の時はその枕は振っちゃいけないんです。あなるほどなるほど、まあ、いろいろあるわけですね。そんなことではないぞと、話を人前でやる勉強をさせていただくという時期なので、うん、枕は振りません。で、あの、まあ、これは江戸落語についてですけれどもね、うんうんうん、でその後二つ目という
立場になり、そして真打ちとか、はい、だいたいこれで15年か20年くらいかかるのが通常。で20年やってるけどまだまだって言ってるんでしょうね。なるほど。のりあきさん、これをねどんどん広げていく、はい、立場にいらっしゃいますけど。そうなんですよ、ね、ウェブ寄せもやりますからね。それこそね、はい、全国の若者にどう枕を振るかっていう、そこなんですかね。その見せ方がどうしていくのかっていうところにかかってるんじゃないかなと思います ね。 そうですね。ウェブ寄せもやるんですもんね、はい、若手応援の、さっき言ったあの二つ目さんっていうのは、うんうん、自分で仕事を探していかないといけないんですね、うんうん、はいはい、まあ、独り立ち の、うんうん、あの第一歩みたいなところですので、はいはい、前座さんはまだその修行期間というか勉強期間なので、うんうん、師匠のお供をしたり、あの寄席に行って、うんうん、裏であの師匠方のお茶を入れたり、うん、あの着物を畳んだり、はいはい、ということをするんですけれども、うんうん、あの二つ目さんになるとそれがなくなるので、うんうん、自分でお仕事を作っていかなくてはいけないんですね、うんうん、でそのまあ言ったらちょっと大変な時期ですよね、うんうん、あの生活していかなければいけないので、はいはい、でまあそういう方たちも、うん、あの落語をちゃんとやるその機会をたくさん作って差し上げたいので、うん、ウェブ寄せをやろうと思って、ウェブ上でそれを見ることができるっていうことですね。そうです。会員様には、まあ、そのやっている場の収録の場所にお越しいただきまして、うんうん、あのそちらでもご覧いただける、そしてアーカイブがあっていつでも見られる、うん、まあでもインターネットで興味持ってもらって実際にね、あの会場に足を運んでいただきたいですもんね。そうですよね、うん、なかなかねまだ2つ目になったばっかりとか、うん、そのあたりっていうのは、うん、あのまあ、そんなお客さんがついているわけでもないので、うんうん、まあ、いわゆるファン、お客さんが作ってるファンがいる、はい、ということですね、はいはいはい、そういうわけでもないので、うんうん、あの会をやってもね、うん、なかなかあのお客様を集めるのが大変なので、うんうん、それでこそのね、あのインターネットだなと思って、うん、なるほど。でもあの今日ねわずか数分しかお話を伺ってないんですけどね、落語って深いなっていうところのね、日本が誇る伝統じゃないですか。本当に日本人ってすごいなって改めて思いますよね。そうですね。本当にこうタオルとこうセンスだけで、要はエンターテインメントとして、うん、昔から江戸時代からこれをずっとやってきてるわけですよね。たったこう2つのこう小道具だけみんなこう楽しませてきたわけですよね。そうですよね。いやすごいなと思いますよね。で未だにその同じ話がね、はい、されているっていうのはやっぱりどれだけその人の心に生活に根付いたことから派生した話だっていうことが分かりますよね。またこう時代が変わっても消えられるっていうのはやっぱりこう人間の大元の部分に響いてるっていう裏を返す、うん、そういうことかなと。そうですね、はい、やっぱり人の暮らしってそんなに変わんないんですよ ね、 そうですよね。一生懸命働いてご飯を食べて、まあ、中身は変わるんですよということですよね。うん、だからこそいろんなあの心の機微がね、うんうん、あの変わらずに。そうですね。僕ね今お話を伺って落語されてる方もすごいなって思ったんですけど、僕逆にね落語好きだっていう人すごいなと思いましたね、うん、というのはこうやっぱりお客様の方にもある程度の想像力とか、うん、スキルがないと楽しめないと思うんですよ。でお客様のスキルが上がっていけばもっと深いところで楽しめるじゃないですか。あ、お客さんもそういう人たちが座ってるんだって今想像してるとですね、ハマっていくとどんどんハマってる人も多分すごいんだろうなっていう。そうだから最初は、はい、あの本当に漫談のようなね、はい、あんまりこの古典的なものではなくって、うんうんうん、あの新作のね、うんうんうん、あの新しい話もいろいろありますから現代をテーマにしたものからでも全然よくって、うん、でそっからあのどん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 そのやっぱり自分のね、うんうん、脳が活性化して想像力が膨らんでいくとだんだんこう、あ、この人も聞いてみよう、この人も聞いてみようってなっていってみんな古典ファンになってどんどんハマるんですよ。なるほどね。いやこれなんかハマる人の気持ちが分かってきましたね。ただね、あははって笑うとかそういうことだけではないっていうのが、うん、あの分かっていただけたらいやすごいですね。いやーね、なんか今すぐにも見たくなってきたんですけど
やっぱりこういうこうお話を聞く機会って大事かもしれないですね。うん、はい、ぜひあの何て言うんですか、こういうのを伝えていく機会というか、はい、まあリアルでもそうですけど、今ウェブとかもそうですけど、いろんな形を使ってこうどんどん発信していくと、あの落語に対するイメージとかですね、あのまたちょっと見てみようかなとか、ちょっとチャンネル変えてみようかなとかっていうふうにつながっていくと思うので、そうですね、はい、そっからどんどん広がっていくのかなっていう、うん、うん、でそうするとね、 生で沖縄で聞けるよってなると、あの本当に楽しみにされてる方がどっと集まっていただいてね、でそうすると話し手さんもね、どんどんあの気持ちも高まりますし、そうですね、あのもっとこう普及してほしいですね。で、うん、私今までもあのこれ27回になるんですけど、うん、はいはい、東京の方で、うん、あの落語と聞き酒の会というのをやってるのね、はい、あの落語会だけじゃなくてコラボ企画をいろいろやってるので、うんうん、そのうちの一つで一番こう、うんうん、あの長くやってるのが落語と聞き酒の会で、はい、やっぱり日本文化として日本酒って欠かせないいいものじゃない、うんうん、はいはい、でいいお水があるからいいお酒ができる、うんうん、いいお米があっていいお水があって、うん、技術があって、はい、いいお酒ができるので、両方をコラボさせて、一部で落語会でしっかり落語を聞いて、で二部で、全国から取り寄せた4種類のお酒、うんうん、その時によって変わるんですけれども、うんうん、キキシューマイスターさんの高橋先生という方がお酒を一個一個吟味して探して4種類、うんうん、はい、それをみんなで飲みながらお酒のいろいろお話をお聞きして、で最後は噺家さんと一緒にわっと盛り上がって終わるという会をやってるんですけど、ね、日本の文化に触れようって日ですね。そうです、だからその会もね、ぜひ沖縄でもできたらななんて思ってるんですけど、ね、これ、ね、聞けば聞くほどこのパンフレットに載ってるのすごいのばっかりですね落語の話の中だと本当にお酒がうまそうに飲むんですよ。でしょうね、本当にもう飲みたくなっちゃうもんね、絶対に、うん、そこで飲もうという会なんでございますよ、うん、そう、それが今度の3月3月の5日に あるんですね、はい、東京で、東京なんですこれはもし東京にいらっしゃる機会が沖縄からも参加することは可能ですか。もちろんです。なるほど、お江戸日本橋邸という、はい、三越前、うん、三越本店の、はい、斜め前に入ったところにある会場なんですけれども、はい、そこ で毎回違う師匠をお呼びするんですけれども、はいはい、今回は上方の、はい、桂花團治師匠という若手のホープですね、うんうん、をお呼びして、まあ、上方落語を聞いて、はい、で2部は、まあ、お酒のね聞き酒の会。上方落語はご存知ですよね。さっきから話してるのは江戸前の江戸落語ですけれども、うんうんうん、上方落語っていうのは大阪の落語です、うんうん、だから言葉が大阪弁です。はい、でまあちょっとね、趣も変わって、うん、今回は花團治師匠に来ていただいて、これも3月の何日ですか。5日です。5日月曜日です。6時半から6時半開演ですね。これですか、もし東京にいらっしゃる方は、興味がある方はじゃあ日本文化推進企画のホームページをご覧ください。日本文化推進企画のですね、ホームページにありますので、ぜひぜひ、はい、もしくは URL を読み上げて、あ、ぜひぜひ、 URL、 はい、はい、どうも覚えてなくてすみません。 www.nbsk 真ん中の棒って何て言うんでしたっけ。はい、この真ん中棒、真ん中棒で、真ん中棒でいいと思います。真ん中棒で。ハイフ。NBS、www.nbsk-assoc.com でございます。はい、私のブログ、新田哲也 .com の方にリンク貼っておきますので、はい、よろしくお願いいたします。そちらの方から直接アクセス。真ん中棒。真ん中棒。真ん中棒ってなんか新しいなと思って、次から使おうと思って。失礼いたしました。いやー、今日本当にね、いろんなお話を伺って、やっぱりこう、まあ、先ほどね、原点回帰っていうお話もされてましたけど、やっぱり日本のね、文化に触れるっていうのと日本の凄さをね、はい、知るきっかけにもなりますので、そうすることによってまたなんていうんですか、こういろんな見直す機会にもなるのかなと思いましたので、ね、
ぜひまたこういう活動を広げていってですね、あの沖縄でもぜひ落語を、絶対に絶対にやりたいので、はいはい、よろしくお願いいたします。ぜひぜひまたぜひラジオの方にも遊びに来ていただいてですね、いろいろお話ししていただきたいなと思っています。本日はね、本当に素敵なお話ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。また沖縄で落語を見ることがあることを期待してますので、はい、また今後ともよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、本日はどうもご出演どうもありがとうございました。ありがとうございました。